況の事実を隠していたことなどについて謝罪した。タレントの YouTuber テンチム26歳が愛天下として働かせていただくことになりましたと、都内のクラブでホステスとして働く源氏名と写真を公開して報告しました。テンチムは13日インスタグラムを更新し、東京銀座のクラブで16日から勤務することを報告。ストーリーズでは、今回は案件や何かの企画などではなく、私から事情を説明して、無理言ってお願いして、本当に働かせていただきますとし、愛天下として責任持ってしっかり頑張ります。もちろん、YouTube も怠らず、リアルも企画も、いろんな動画を上げられるよう頑張りますと意気込みを綴りました。本人だけじゃなく、店側も儲かるシステムだな。無料で店舗を宣伝できて、ある程度の客も見込めるだろう。これを取り上げてるマスコミも見事に釣られてますっす。